はい、多分風チャンネルのルーリオです。本日はですね、もうすぐ迫ってきております藤井風さんの日産スタジアムライブ、新しいライブの情報が出てちょっとびっくりしたんですけども、その情報 YouTube でのオンライン視聴ができるって言ったところで、それの準備についてお話ししていこうかなというふうに思ってます。で、まあ、公式の情報ももちろんなんですけども、その YouTube をこう快適にですね視聴するために、環境設備のヒントなんかもご紹介できればなというふうに思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは藤井風さんを中心に取り扱いをしています音楽のチャンネルとなっております。風さんの情報、日産スタジアムライブの情報を逃したくないよという方はですね、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ちなみに今週はなるべく毎日動画出そうかなというふうに思っておりますので、日産スタジアム行く方もちょっとチケットないよという方も楽しんでもらえるような動画出していこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。8月、今日は18日だなというふうに思うんですけども、8月16日の金曜日にですね、ワクワクフライデーですか、日産スタジアムに関するですね、追加の情報が出ました。で、その中でちょっと僕が一番すごいやっぱりビッグニュースだなっていうふうに思ったのは、オンライン Day 1の、24日の公演が YouTube で無料配信されるといったところで、まあ、そこがすごいなというふうに思ったんですけど、まあ、その情報を中心にですね、まあ、YouTube で見る方も大勢いるんじゃないかなというふうに思っていますので、まあ、それに関した、環境整備のヒントみたいなところをご紹介していこうかなというふうに思いますので、まあ、特に大画面で見たいよって思ってる方とか多いと思うんですよね。まあ、そういったところ、まあ、長い時間見ることになると思うので、まあ、快適な環境づくりっていったところについてお話しさせていただこうかなというふうに思います。で、もちろんそのリアタイする人だけじゃなくて、アーカイブ期間もあるみたいなので、そういった方もですね、現地に行く方もおそらく現地で見てもう一回見ることになるんじゃないかなっていうふうに勝手に思っているので、まあ、そういった方も見ていただけると思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただけると幸いです。まずはですね、ちょっとおさらいといったところで、その新しくですね出た情報の YouTube ライブのところだけピックアップしてみました。で、配信がですね、配信日がですね8月24日日産スタジアムライブの1日目の午後5時45分スタートといったところで、開演がおそらく6時からだったと思うので、まあ、その15分前からスタートするといったところですね。で、これなんといっても嬉しいのがですね、アーカイブもあるといったところで、そちらが8月26日の月曜日の午後4時までといったところになっておりますので、これ25日行かれる方もですね、24日行かれる方、現地に参戦する方もですね、26日まで見れるってところで、午後4時なんでちょっと夜見れないのは夜更かし勢の人にはとってはちょっと悲しいかもしれないんですけど、なんといってもアーカイブがあるっていうのはすごい素晴らしいなっていうことだと思いました。で、まあ、YouTube チャンネルで生中継されるんですが、まあ、もちろんなんですけど、スマホ、タブレット、PC などでも視聴可能といったところで、まあ、YouTube の配信があることでですね、まあ、世界中のファンが同じ時間で、まあ、を共有できるのが素晴らしいなというふうに思いましたし、まあ、今回ね、そのチケットが1日7万人入るみたいで、かける14万人入る、かける2なんで14万人入るって大体の計算だと思うんですけど、行きたいけど行けない人とか、もうなんかチケットがないから行けない人とか、まあ、いろんな状況で行けない方とかもたくさんいると思うんですけど、そういったですね、ライブ会場に足を運べない方でも同じ時間を共有できる、同じなんていうんですかね、まあ、ほぼほぼ同じようなね体験を共有できるっていったところはですね、とてもね心の温まる発表だったなというふうに思います。まあ、僕自身も2022年ですかね、ライジングさんがあった時にバウンディさんの代わりに急遽ね藤井風さんが出ますみたいな時も YouTube 配信とかあったんですけども、なんかそこで僕は現地に行ったんですけど、なんかその話を
それの時もあれなんですよね、急遽あの YouTube の配信あったと思うんですよね。その話をなんか一緒にいろんな人とできるのは、行った人の立場としてもすごい良かったですし、行けない人にとってもあの見れるっていう、その瞬間を見れるっていうのはですね、とても同じような感動が あるんじゃないかなというふうに思ったので、はい、とてもすごいびっくりびっくり仰天な発表でした。はい、でですね、オンライン視聴のメリットといったところでですね、オンライン視聴、まあ、あの現地に行きたくて行けない人でちょっと悔しいなと思ってる人もたくさんいらっしゃるかなっていうふうに思うんですけど、僕はオンラインのライブもあの始まった当初、もうコロナで結構普及してたと思うんですけど、そういった時から結構、まあ、他のライブ、あのアーティストのライブとかも見てますし、まあ、現地に行く楽しさも分かっている人間かなというふうに思うんですけども、オンラインの良さっていうところをですね、あのお話ししますとですね、まあ、最大のメリットっていうのは家で、まあ、家でじゃなくてもいいんですけども、リラックスしながら楽しめるっていうところですね。あの、まあ、移動とか、まあ、座席の位置とか、まあ、天気とか、まあ、いろいろそういったところにあの左右されないっていう、そういうストレスがないっていうところが一番のメリットなんじゃないかなというふうに思います。ただし僕が結構ライブ行くの好きな人なんで、そういうのも楽しいなと思う人もたくさんいると思うんですけど、はい、僕は結構楽しめるタイプなんですけど、もうゆっくりなんかお風呂の中とかでも見れるのがすごくいいなというふうに思います。でもう一個大きなメリットを挙げるとしたら、まあ、好きなシーンっていうのを何回も見返せるっていったところがオンライン視聴のメリットなのかなっていうふうに思います。特になんか MC とか、あ、こんなこと言ってたなみたいなところで、まあ、簡単にですね、アーカイブ今回あるっていったところでリプレイできるっていったところもメリットかなというふうに思います。で、時間的な制約も特に、まあ、あのアーカイブが終わるまでだったら、あ、ここまで見てこの後見ようとか、あの、まあ、結構この動画見てくださってる人はリアタイする人が多いんじゃないかなというふうに思うんですが、なんかね、あの好きなものでも食べながら、好きなお酒でも飲みながら楽しめるっていうのが結構メリットなんじゃないかなというふうに思っております。はい、というわけでここではですね、あの快適に視聴するための準備っていうところをですね、振り返っていこうかなというふうに思います。まずですね、一番大事なのはインターネット接続の確認ってところですね。インターネット、まあ、お家で見る方かなというふうも、もちろんなんですけど、まあ、外で見るっていう人もいるかなっていうふうに思うんですよね。まあ、あのインターネット、強いインターネットあればあるほどいいと思いますので、あのそういったところの確認っていったところをですね、あのしておきましょう。なんかあの視聴中に回線途切れるとね、あの結構イライラすると思うので、まあ、そこはちょっと場所によっていろんな確認の仕方あると思うんですけど、そこは確認しておきましょう。あと外出先で見ようと思っている方ですね、まあ、スマホとかだと思うんですけど、あのモバイルバッテリーの準備とかっていったところも必要かなというふうに思います。でこちらは自宅の人かなっていうふうに思うんですけど、こう快適な椅子とかクッションとか、まあ、場合によっては家族を追い出してた方がいいかもしれないんですけど、あのそこはあの、はい、臨機応変によろしくお願いします。あとここちょっと色を変えさせていただいたんですけども、音響のデバイスを整えるっていったところもすごく大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。僕はね、家にサウンドバーという結構高いスピーカーがあるんですけど、それで音聞くと結構違いますので、まあちょっと買いに行けっていうには高い値段なので何とも言えないんですけど、まあ安いものだと1万2万からあると思いますので、そういったところもあの購入検討してみるといいんじゃないかなというふうに思います。あと大画面で楽しみたい人、あれ Fire Stick みたいなものをですね、買っておきましょう。これはちょっと後で映像で説明しようと思うので、あのこんなものですっていうところですね。大画面で楽しむためにはそういったものも必要かなというふうに思います。はい、ではですね、私がいつも使っているですね、Fire TV のですね、あの Amazon Fire Stick をですね、ご紹介させていただこうかなというふうに思います。じゃあこいつのちょっと使い方みたいなところなんですけど、まあこいつがまあ一番メインの Fire TV Stick ってやつだと思います。はい。で、これだけだとあの電源がないので、このですね、この電源アダプタをコンセントに挿します。ちょっとコンセントないので挿したことにしますね。でここのね、端子パワーっていったところがあるので、まあ、そこにこれを挿してみます。そうするとこいつが、このスティック自体がですね、あの電源が入るようになります。
で、ただこれだけだとあのテレビにつなげないので、まあ、このままねあのつないじゃってもいいんですよ。ここの端子、この端子がですね HDMI という形になっているので、このまま挿しちゃってもいいと思うんですけど、ちょっと長さが足りないよっていう、僕はちょっと長さが足りないんで、こういう延長コードみたいな、これもおそらくついてたんじゃないですかね、 Amazon で買った時についてたと思うんですけど、ここに挿して、で HDMI の端子、こっちも HDMI の端子になってるんですけど、このコンセントを電源に挿して、で、その一番先のですね HDMI の端子を皆さんが、お家で使っているテレビとかの後ろにですね HDMI っていうコードおそらくあると思います、穴があると思いますので、そこに挿してあげてください。そうするとですね、あの入力切り替えをするとですね、あのこういう Fire TV っていうやつがですね出てきます。でその中でいろんなもの見れるんですね。ちょっとあのここには YouTube ないんですが、 YouTube も見れます。まあプライムビデオとか Netflix とか DAZN とか ABEMA とか、ここはこのボタンを押すとねすぐこの4つには飛ぶって感じなんですけど、このホームボタンからちょっとね画面とかはあの皆さん見たら分かるようになってると思うんですけど、こういう風にですね操作をして YouTube を押すとですね、皆さんが普段お使いのあのテレビからですね YouTube がななんと流れます。もう皆さん知ってるよって方もいらっしゃるかなという風に思うんですが、この際にですねこういうものをですね、そこまで高くないです、一番安いものだと 2,3,000 円で買えるんじゃないですかね。そういったところであの準備をしておくとですね、大画面で風さんのライブ楽しめるかなというふうに思いますので、あのぜひあのご興味ある方は購入して試してみてください。簡単な使い方とあののレクチャーになりました。はい、というわけで、本日の動画ではですね、藤井風さんの日産スタジアムライブに関するですね、まあ、YouTube の、情報をお伝えしまして、まあ、YouTube でのオンラインの視聴の楽しさみたいなところと、あとは準備のポイントについて深くあのお話しできたんじゃないかなというふうに思います。あの風さんのライブはですね、もうすごく魅力的なものだと思うんですけど、その魅力をですね最大限に、いやそれ以上にですねするために、なんか大画面で Fire Stick 使って大画面で視聴したりだとか、あとはまあサウンドバー、結構ここはちょっとハードル高いかもしれないんですけどもを使ってですね、臨場感のあるですね音響で楽しむことで、まあ実際の会場もしくはそれ以上に快適に見れる場合もあるんじゃないかなと僕は思っておりますので、ぜひですねあと1週間弱ですかね、ありますので、視聴環境を整えてですね快適に楽しめるような環境を作ることでですね、まあ、長時間のライブも一瞬に感じれることができるんじゃないかなというふうに思っております。で次回なんですけど、まあ、次の動画おそらく明日出そうかなというふうに思っているんですが、めちゃくちゃねコメントで多かったのが、以前なんかこう先月ね TWICE のライブ、日産スタジアムのライブに僕行ったんですけど、そのね退場時どんな様子でしたかみたいなコメントがめちゃくちゃ多くてですね、そこについてのお話をですねさせていただこうかなというふうに思います。のでもしね参加する方、実際に日産スタジアムライブに参加する方いらっしゃいましたら、そちらも楽しみにしておいていただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。はい、というわけで、本日の動画、以上となります。今日の動画がですね、参考になった方はですね、ぜひ、いいねと、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、で今回の動画でお話しした視聴準備、視聴環境の準備みたいなところで、私こんな楽しみ方してるよみたいなことがあればですね、ぜひコメント欄でシェアしてもらえるといいかなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画もしくは生配信でお会いしましょう。バイバーイ、ありがとうございました。失礼します。バイバーイ。